オーバーランダー滝とは北アメリカ大陸の北西部を流れるフレーザー川の最上流部に存在する幕府の一つである。この滝はフレーザー川の上流部における主要な支流であるロブソン川がフレーザー川に合流してくる場所よりもさらに上流側に存在している。なお、この滝はフレーザー川の本流に存在する滝の中で最大とされている。オーバーランダー滝は おおよそ北緯53度01分50秒、成形119度12分16秒付近に位置しており、この滝や周辺地域はカナダのブリティッシュコロンビア州により、ロブソン山州立公園に指定されている。この滝はフレイザー川の本流に存在する滝の中で最大とされていて、滝の幅の平均は約18メートル、最大幅は約23メートル、落差は 約9メートルである。さらに水の落下する力が強いために大きな滝壺が形成されていて滝の部分は開けている。これに対してこの滝よりも下流側はしばらくの区間フレーザー側は谷。この滝の名称はゴールドラッシュの時代に金を求めてフレーザー側流域を旅していた者たち、すなわちオーバーランダースに由来している。1862年に 約70人の男女が、ホートガリーから、この滝まで金を求めてやってきたとき、約半数の者は金を諦めて、結局、ノース・トンプソン川を降って、カムループスへ向かった。残りの者たちは、なおも金を求めて進み、1862年の晩秋に、目的地として目指していた EN ・バーカービル、ブリティッシュコロンビアに到着できたものの、結局、金にはありつけなかった。 このような逸話があるために、この滝は、オーバーランダー滝と呼ばれている。オーバーランダー滝の下流側に存在する、フレーザー川の急流、カヤックの名所の一つ。オーバーランダー滝の近くには、ロブソン山修立公園のビジターセンターが作られている。このビジターセンターは、毎年大体5月から10月にかけてに、開設されている。ビジターセンターから見ると、東に、 約1600メートルのところに、この滝のそばへと行く道があって、時間はかかるものの、ビジターセンターから十分に歩いて行ける距離である。さらに、イエローヘッド高速道路の一部にあたる、ブリティッシュコロンビア州高速道路16号線が、この滝の近くに、大体東西方向に建設されていて、滝から500メートルほどの場所に駐車場まである。このように交通の便が良いため、 この滝を見物することは容易である。なお、ビジターセンターを起点としてオーバーランダー滝の観光を行った場合、自動車を使うなどすれば、最短10分ほどで見物することもでき、ゆっくりと時間を使っても、だいたい3時間くらいで観光することができる。ちなみに、オーバーランダー滝の周辺は、カヤックを楽しむ人たちにとっても有名な場所である。ABC カナダのブリティッシュコロンビア州の オーバーランダーダキメットカーフ、ビッキー・ジョーニー、ファンタスティック・ウィズ・ザ・オーバーランダース・ツー・ザ・ケリブロブソン・ヤマ州立公園のビジターセンター、ハット・ ABC ・ロブソン・ヤマ州立公園のビジターセンターと、その周辺散策について、ピーニ・オーバーランダー・ホールズ・トロールの項目。ありがとうございます。